な感じでね、切断完了いたしました。これ切っちゃいました。これはい、ハーレーダビッドソン東久留米です。本日はこちら2020年の 1200NS ですね。こちらのカスタム行っていきます。はい、今回ですね、どんなカスタムやるかと言いますと、こちらのフェンダー、これをですねショートフェンダーに変えていきます。で、結構大工事で、ほんとこのぐらい、半分ぐらいなくなっちゃうようなイメージです。で、シートもねシングルのタイプに変わっていきます。で、ウィンカーレは全部ケラーマンの小さいのになっちゃいます。で、取り付けるのがこちらですね。こちらのアイアンっていうフェンダーの、あのショートのフェンダーになります。で、シングルはこういうダイゴナルのやつタイプになっていきます。では、ではやっていきます。フレームがむき出し状態になってます、リアので。ここをですね、今からここバスンとぶった切っていって、半分ぐらいの短さになっちゃいます。これぐらいまで切っちゃうのかな、この辺ですね。で、あとウィンカーの位置が、このちょっと今マークつけてるとこ、これですね、ここにつけていきます。ここにケラーマンつけちゃいます。で、逆側がですね、もうちょっと仮組みしてあって、ケラーマンがこんな感じでつく予定です。で、これなんですけど、結構ね、これもまたねちょっと大変でして、ここのボルトのねやつなんですけど、これ中、あの中が空いてる中空ボルトってやつですねを使ってまして、これがちょっと切った後のやつなんですけど、こんな感じでナットのところにつら位置ぴったりになるように切ってます。なんでかっていうと、これタイヤに当たっちゃったりすると大変なんで、ここすごいこんな綺麗に切ってあります。だから逆側もこんな感じでやっていく予定です。ではでは、ちょっとやっていきます。はい、それではね、ここもうちょっと養生が終わりまして、この部分、この黄色の部分切っていきます。ではでは、この機械でねちょっと切っていくんで、じゃあお願いします。はい、こんな感じでね、切断完了いたしました。これ切っちゃいました、これで。今こんな感じになっております。で、ここをこれからちょっと綺麗に、あのバリとか取っていきます。で、逆側もやっちゃいます。はい、カスタムのねリアフェンダーが取り付け完了しました。こんな感じになっちゃいましたね。こう後ろ側こんな感じでめちゃくちゃ締まりましたね、こういう風なスタイルで。で、さっきまでね、この部分、このフレームのところ、こんぐらいまで長さあったんですけど、これバスンと切っちゃいまして、こんな感じになってます。で、ここなんですけど、もうこんな感じでちゃんと R をつけまして、綺麗に削ってね。で、塗装も綺麗にやってあるんで、もうどこから切ったのか分かんないようなイメージになってます。で、ウインカーとテールはね、このケラーマンが一体式なので、これ車検体なので大丈夫です。バッチリついてます。で、ナットとかもね全部黒色にしてあって、分かんないようにしてあります。で、このフェンダーなんですけど、ちょっと細身なので、この部分にカラーを入れまして、これでクリアランス保っております、このフェンダー。で、シートもねシングルシートになってまして、こんな感じのスタイルで、かなり後ろ側めちゃくちゃ締まったようなデザインになってますね。こうやって見ますとすげえかっこいいです。こんな感じになってます。